こんにちは。ゆっくり霊夢です。こんにちは。ゆっくり魔理沙だぜ。さて、ここで問題だ。カラフルで派手な衣装に、白い顔、赤い鼻、それは一体何だと思う？ピエロ。正解だ。今回はそんなピエロについて解説していくぜ。場を和ませ、空間に彩りを与え。子供から大人までもついつい見てしまう愉快なキャラクターがピエロだ。近年ではホスピタルクラウンというジャンルも確立され、難病で長期入院している子供たちの病院へ行き、喜びと癒しを与えたりもしているぜ。風船やパントマイム、マジックにジャグリングなど楽しいものばかりだもんね。本来なら猟奇な仕草や突飛な芸で子供から大人までお笑いの渦に巻き込み、大人気のキャラであるべきはずの彼らだが、最近は何かと怖いイメージを持たれることが多いように感じるぜ。中にはピエロ恐怖症になる人がいるそうだね。この動画を見れば、面白い部分と怖い部分を持ちつつも、人々に強い印象を残すピエロについてがわかるぜ。それではゆっくりしていってね。道化師の歴史。ピエロは日本で一般的に広まっている名前だが、正確にはクラウンと呼ぶんだ。ピエロとはフランス語で、少し由来が異なるぜ。日本語では道化師とも言うわね。英語でのクラウンの意味は、おどけ者や愚か者を指していて、当初はフールやジェスターとも呼ばれていたぜ。道化師の歴史ってどれくらいなの？5世紀エジプト王朝にまで遡る。ローマ帝国では、お金持ちは道化師を雇って祝宴の席などで余興をやらせていた。その他フランスイギリスでも王家や貴族は道化師を抱えていたんだぜ。お抱えの道化師がいるなんてすごいわね。道化師とは、大きく分けて2種類あるんだ。一つは生まれつきハンディキャップのある人を道化師として雇うパターン。そしてもう一つは、ハンディキャップのない人間が道化師として働くパターンだぜ。ふむふむ。中世以前のヨーロッパでは、ハンディキャップのある子供は悪意のない人で、純粋で無邪気な心から出てくる無意識の知恵というのが自然から与えられたものであった。ある意味、敬愛の対象であり、村の人々や宮廷人がそれぞれ面倒を見ていたんだ。もちろん、スケープゴートとしての役割が彼らにあったことは否定できないぜ。悲しい事実だね。1400年代になると、障害者は伝染すると言われて忌み嫌われるようになっていった。これは宗教者が障害は罪であると言ったからだ。これが障害者にとって、苦難の始まりだったぜ。ひどいことを言う人がいるのね。しかし、王族や貴族は相変わらず道化を雇い続けた。そこには、障害者は社会で自立できないかわいそうな者たちという考えがあり、王族や貴族が彼らを雇うのは義務であると考えられていたからだ。ある意味でステータスシンボルでもあったようだ。雇われているわけだから、お給料ももらえるんでしょ？いや、彼らは給料をもらわず、食べ物、衣服、そして床で寝る場所を与えられただけだったぜ。そうなんだ。切ない。中世当時の道化師は社会的な身分が低く、職業自体を周囲の人間から笑われることの多い存在だった。しかし、娯楽を提供することが仕事だった彼らは、人々を楽しませるために使う言葉と仕草に関しては、自由に扱うことができたんだ。それって、例えばどんなことなの？その一例として、道化師は愚か者であるという建前で、王様相手でも無礼な発言や批判をして笑いを取ることが許されていたんだ。度が過ぎれば罰を受けることもあったのだが、時として王をあざけり笑うことで周囲の人間を笑わせていたんだぜ。ある意味、すごい特権とも言えるね。シェイクスピアの悲劇、リア王に登場する宮廷道化師は、自由に発言できる権利を生かして主君に対し洞察や助言を行った。最も身分の低い道化師が、最も高貴な人物に対する最大の助言者として描かれているんだ。このシェイクスピアの書いた宮廷道化師の姿は、当時の彼らの役割の一端をわかりやすく表現していると言えるだろうな。なるほどね。しかし、宮廷道化師の無垢な姿を真似して下品な芸で人々を笑わせていた職業道化師については、教会から悪徳の存在とされていた。諸国を放浪して芸を見せていた旅芸人が定住しないことで猜疑の目で見られていたように、娯楽を提供するにも少し肩身の狭い思いをすることも少なくはなかったようだ。やっぱり厳しい世界だね。現代の道化師も不安定なボールの上に乗ってポーズを取ったり、刃物をジャグリングしたりと、見ていてこちらがドキドキすることがあるよな。このように道化師がリスクのある行為で人々を笑わせているのは、中世の時代に罰を受ける覚悟で笑いを取っていた、芸人としての気概から来ているのかもしれないな。そう思ってみると涙出ちゃうわ。その後、王政の終わりとともに宮廷道化師という職業もなくなっていき、現在の我々が目にするようなクラウンという形が出来上がったのは、19世紀のイギリスでサーカスの発展とともにと言われている。
そしてその礎となったのが、16世紀のイタリアを発祥とする即興演劇。コメディアデッタルテから由来しているんだ。宮廷で道化師が活躍する頃、こちらは舞台で誕生した道化師だぜ。どんな道化師なのか気になる。コメディアデッタルテとは、演劇の一つだ。旅芸人の元祖でもあり、町から町へと移動していって、その日その場で仕入れた時事的なことや、人間模様などを大筋の流れだけを決めておき、あとは即興で喜劇に仕立て上げて演じていたんだ。それを、毎度訪れる町の広場で公演をしていたんだぜ。いろんな人になりきるわけだから、ちゃんと役割があったのかな。コメディアデッタルテには、決められた役割のキャラクターがいるんだ。ケチな商人、間抜けなお金持ち、ずる賢い老人、意地悪な使用人、ナルシストな王子様。また医者や町長や、美女や魔女や不老者まで多彩に存在している。それぞれに特徴的な個性があり、仮面をかぶったり決められた衣装を身につけたりしてそれを表現していたぜ。面白そう。この即興演劇は時代を超え、今でも多くの劇団やグループによって公演されているが、ここに登場するキャラクターは普遍的なもので、どこで誰が演じようと変わることはないんだ。ケチな商人は常にケチな商人であり、その歩き方や姿勢、仕草、口癖、性格などは根本的に同じだ。演者はいかにそのキャラクターになりきってその特徴を身体表現し、即興や基地に飛んで会話ができるかが試され、また演出家はその決められたキャラクターをどう配置し使うかで力量が試されていたぜ。それで物語の面白みが変わってくるもんね。事実、イタリアにおいてはこの演劇は深く根付いていて、街中のシンボルとして使われていたりもする。その一番わかりやすい例が、ナポリ生まれのキャラクター、プルチネッタだろう。ナポリに行くと、街中の至るところでそのキャラクターを見ることができるぜ。愛されているキャラクターなのね。コメディアデッタルテには様々なキャラクターが存在しているが、クラウンの原型になったものは意地悪な使用人、アルレッキーノと言われている。継ぎはぎのカラフルな衣装に三角帽子が特徴の彼は、猿のような仮面をかぶっているんだ。雑巾で、いたずらや無鉄砲な動作を行うキャラクターだ。これこそが、クラウンの原型となっていったゆえんだぜ。原型もやはりカラフルな衣装だったんだね。コメディアデッタルテがフランスへと渡った時、アルレッキーノという名が、アルルカンと呼ばれるようになっていったんだ。その後フランスでも人気となったアルルカンは、次第に劇の中での地位が不動のものとなっていき力をつけていった。その時にもっと立場の弱い召使い役が必要になり、そこで生まれたのがピエロだったんだ。おお、ついに登場だね。アルルカンとピエロは、しばしば劇中で愛人をめぐって小競り合いを起こしたりもするんだとか。ちなみに、このアルルカンの英語読みはハーレクイーンだ。この名前、どこかで聞き覚えがある人も多いはずだぜ。2016年公開のスーサイドスクワットで、個性的なビジュアルが有名になった、ハーレクイーンだね。彼女はバットマンシリーズのキャラの一人で、バットマンの宿敵ジョーカーが率いる悪役グループのメンバーでもあるんだ。ハロウィンのコスプレでも人気だよね。ピエロは田舎者で愚か者の役だった。人々の嘲笑の対象にされ、不格好だったんだ。そして、白い服に白塗りの顔足を意味している。自己抑制し情念も言葉も表情も全てなくした現れだ。人々に笑われて馬鹿にされ喜ぶ役柄、しかし心の内は本当は悲しいんだ。それが涙目として表現されているんだぜ。哀愁漂うピエロのわけは、そういうことだったのね。遊園地などにいる白塗りの顔のピエロ。とても優しく風船などを作ってくれるが、子供によっては怖がったり泣いたりしてしまう時があるよな。これは、本能的に子供たちはその意味を察知しているからなのかもしれないぜ。ありえるよね。子供の時は怖かったの覚えてる。ここまで道化師の歴史から説明してきたが、簡潔にクラウンとピエロの違いを言うと、道化師全般をクラウンと呼び、数あるクラウンの種類のうちの一つがピエロということだぜ。そして、悲しみを表現するクラウンの役名がピエロってわけだね。ピエロメイクは表情が悲しげで、涙がメイクしてある。涙のメイクをしてない場合は、本来ピエロではない。日本ではクラウンのパフォーマンスが輸入された時、ほとんどがピエロであったため、世間一般に道化師全般がピエロと勘違いされて広まったようだ。じゃあ、マクドナルドのマスコットキャラクターのロナルド・マクドナルドくんは、目の下に涙がないのでクラウンということだね。そういうことになるな。先ほどハーレクイーンの話が出てきたということで、ジョーカーも確認してみるぜ。ジョーカーというと大体の人は、トランプのババ札を真っ先に思い出すだろう。そこに描かれているのは、先端の尖った靴を履き、ポンポンのついた帽子、不気味なメイクをした道化者の姿だよな。
うん、おなじみのやつだね。また映画ダークナイトでもおなじみ。今やバットマンと並ぶほど人気の悪役キャラジョーカーも、ピエロを彷彿させるメイクを好んでしている。数あるうちの公式設定の中ではサーカス団の一人だということからしても、ジョーカーという名前はクラウンやピエロとかなり関係が深いものだということがわかるぜ。そうだね。一方、トランプのジョーカーは一説ではジェスターと呼ばれる宮廷道化師から来ているとされ、時に宮廷道化師は、場を盛り上げるためなら王様や女王などの特権階級のものよりも上に立つことができたので、トランプの札の中でも無敵な位置を得ているんだぜ。おお、そこに繋がるんだ、だから強いんだ。クラウンの本質。クラウニングを学ぶ際に今でも重要視されるのが、コメディアデッタルテを学んだことがあるかどうかだ。それは、世界最高峰のサーカスとして名高い、シルクド・ソレイユの俳優募集要項でも、クラウンの募集要項にはコメディアデッタルテを学んだことがあるかどうかと求められているほどなんだぜ。なぜそこまでコメディアデッタルテは重要視されているの？先ほど、多くのキャラクターが存在すると説明したよな。しかし、それは単純に2つのカテゴリーに分けることができるんだ。主人か召使いかだぜ。つまり、力がある方か、ない方かのパワーバランスを表しているってことだね。日本の漫才でもボケかツッコミか役割が決まっているが、クラウンの世界ではホワイトフェイスとアウグストと呼ばれたり、また赤クラウンと白クラウンという呼ばれ方をしたりもしている。必ずどちらかに役割があり、パワーバランスが決まっているんだ。クラウニングを学ぶ際にはこのパワーバランスはとても大切で、コメディアデッタルテには登場するキャラクターたちによって、このパワーバランスが明確に決まっているんだぜ。へえ、そうだったんだ。そしてもう一つの特徴、ショーを構成する上で一番大切なのはキャラクター性だ。パワーバランスもさることながら、その前提として、あなたはどこの誰かと決まっているのは何よりも大切なことだ。クラウニングや大道芸、またパフォーマンスやあらゆる舞台表現を行う上での大切な要素が、コメディアデッタルテにはたくさん詰め込まれているんだ。とても奥が深いのね。歴史の中で築いてきたキャラクターには、その動作、口癖、手癖、性格、立ち居振る舞い、また歩き方一つに至るまで細かな設定がなされている。人は劇ではなくそのキャラクターを好きになるため、あらゆる劇の中でキャラクターというのはすごく大切なものなんだぜ。だから、しっかり学ばないといけないってわけね。アルレッキーノというキャラクターは、子供から大人まで大人気となった。ひょうきんでずる賢く、優しいのに悪どい。真面目なのに何か抜けている。憎たらしいのに憎めない、また時折見せる心優しい一面性。これはクラウンに通ずる大切なことだ。大道芸やクラウンをしていて大切なのは、実はこの悪どさなんだぜ。それはどういうこと？人は映画の中やドラマの中に、現実世界ではできないロマンや非現実味を求めている。優しさというのは誰もが求めていることではあるのだが、この現実世界、憎たらしいことや悪しきことも多く存在しているよな。それに対してこちらも悪くなりたいところを、自分の中の理性が歯止めをかけるもので、人はそういったストレスを別の方法で解決している。それが映画の中などで主人公が自分に代わってバタバタと暴力で悪をくじく行為や、仕返しをして痛めつける行為だ。人はそこに、爽快感を覚えるんだぜ。ふむふむ、わかるような気がする。街角の大道芸やパフォーマンスの中でも、無意識に人々はそれを求めているんだ。例えば、バルーンで犬を作ってあげてプレゼントする行為、これは純粋に素晴らしく美しいものだ。これを恵まれない子供や病気の子供たちなどにするのは、愛や希望に溢れ誰もが感動するだろう。うん、素敵。しかし、それをショーとして一般的なところで、一般的な人に対して行ってもそうは面白くないものだ。当たり前すぎるからだぜ。そういったものをわざわざ見たいとは思わないかもね。少し意地悪したり、下心を要求したり、間抜けであったりと、何か一つひねりが必要で。人はそういったところに面白みや人間味を感じるんだぜ。確かにそうだね。クラウニングとは何よりも深く難しい技術で、そこに正解はない。また人間は一人一人違う捉え方もする。即興力、空気を読む力、人の心を読む力、柔軟性、一瞬の判断力、そしてそれを実行する力。クラウンとは人の心を操るもので、それはとても難しく。それゆえにクラウンとは人間力で愛そのものだと言えるぜ。深いなぁ。クラウンの世界。クラウンには、大まかに2種類の流派が存在している。それはアメリカンクラウンと、ヨーロピアンクラウンで、日本に入ってきているのはアメリカンクラウンだぜ。どんな違いがあるのかしら。
まず、アメリカンクラウンは見た目が派手だ。カラフルで派手な衣装を着ていて、ブカブカの衣装を着たり継ぎはぎがあったりするが、全体的に小綺麗で可愛らしいものだ。メイクも一定の基準があり、基本的に統一されている感じがあるのが特徴だぜ。私たちがよく知っている姿だね。ショーの内容は大げさで派手、そして動きが大きいんだ。滑稽でついつい突っ込みたくなってしまうドジなどをすることもある。それゆえに誰が見ても面白く、わかりやすい。また愉快で温かみのあるものなので、ホスピタルクラウンもこちらに属しているぜ。小児科などでは、オランダで先進的に行われている。クリニクラウンという治療法があり、クラウンが子供たちの症状緩和や遊び相手になるなどして小児治療に役立てているんだ。日本にもクリニクラウンの団体があり、入院中の子供たちを訪問して、ボランティアらがピエロに扮し小児患者に安らぎや笑いを提供しているぜ。笑いが治療に役立つことは証明されているもんね。実際、クラウンが一緒にいることで注射の際に泣く子が少なくなることがわかっている。また16の論文を比較したメタ解析では、ピエロを使った療法に、子供はもちろん両親の不安さえも和らげる心理的な効果があるようだぜ。素晴らしい効果だね。次にヨーロピアンクラウンだが、見た目はそんなに派手ではないんだ。普段着を思わせる時もあるし、趣向のある服だったりレトロな服だったり、またとても奇抜な格好をしているものもいるぜ。バラバラで統一感がないんだね。ショーの内容は一見すると何をしているのかわからない時があったりして、特に子供に意識を置いて作っているような感じではないんだ。衣装や派手な動作がない分、人間の心理的な感情の扱い方に長けている。見ているうちに引き込まれていってしまう感じだぜ。演劇的要素が強いんだね。大人向けって感じがする。ピエロ恐怖症。近年、米国ではピエロの仮装をした不審な人物が目撃され、ドイツやスウェーデンなどヨーロッパ、さらに南米やオーストラリアまで広がり、同じようなニュースが報じられて話題になった。ピエロ騒動はその後に沈静化し、一種の都市伝説のようなものだったのではないかと言われている。結局何だったのかしらね。この騒動の背景にはピエロ恐怖症があるのではないかという論評もあり、俳優のジョニー・デップが2015年に自分がピエロ恐怖症と告白し、この恐怖症についての話題が広がった。ピエロ恐怖症を持つ人はピエロやクラウンなどをばったり見かけたり、映画やドラマなどで登場したりすると、動悸がしたり目がクラクラして気を失ってしまったりするそうだぜ。本当にそんな病気があるの？精神病理学の分野に、ピエロ恐怖症という正式な病名はない。逆に自らを茶化すような動悸症候群という症例があり、これは自発性の統合失調症の一種、憑依症候群ではないかと考えられている。一方、近年になってピエロ、つまり道化師は笑いの対象ではなく、恐怖をイメージするキャラクターになってきているのも事実なんだ。バットマンダークナイトのジョーカーや、IT のペニーワイズなど、ピエロが殺人を犯したりする恐ろしい存在としてフィーチャーされつつあるわよね。それが実際の事件と結びつけられているのだろうか。もちろん本来の道化師は紹介してきた通り、歴史的に宮廷などで芸を磨き、単なるご機嫌取りや奉還ではない存在として長く続いてきた。道化的な役柄は日本でも狂言などに見られ、舞台芸術やサーカスなどに欠かすことのできない役割だぜ。そもそもは、そういう明るいいい存在が殺人とかをするっていう驚きみたいなのを表したかったのかもね。最近になって、クリニクラウンとピエロ恐怖症の関係について調べた論文がいくつか出てきたんだ。イスラエルの小児科で1歳から15歳までの1160人の子供の患者を調べたところ、そのうち14人がピエロを怖がり、そのうち12人が女の子だったという。この論文の研究者は、テレビや映画などで、ピエロのネガティブなイメージが広がっているのが原因ではないかと考えているぜ。なるほどね。この論文は大きな反響を呼び、クリニクラウン治療法の成果を否定したり広がりを妨げることにつながるのではないか、という危惧を医療関係者に抱かせた。さらに、ピエロの仮装をした犯人らは実際に社会を不安に陥れているのだから、むやみにピエロ恐怖症という病理を否定するのはどうかという意見も出ている。ピエロは子供たちの味方だったが、逆に人々を恐怖に陥れるためにピエロの紛争を悪用する連中が現れてきた、ということなんだぜ。許せないわね。ここまで紹介したように、本来クラウンとは恐れられる存在ではなく愛だった。子供たちのセンサーは敏感で、社会の不安や問題を感知し、それが彼らの心理や精神に思わぬ影響を与えることがあるんだぜ。子供たちがクラウンを怖がることのない社会が戻ってくるといいわね。ということで、今回の動画は以上だぜ。この動画が面白かったら、
チャンネル登録と、グッドボタンをポチッとしてくれたらとっても嬉しいよ。よろしく頼むぜ。それでは最後まで、ご視聴ありがとうございました。